ルディバリーは、アメリカ合衆国の歌手、俳優、バンドマスター。1901年7月28日、バーモント州で育った両親の息子として生まれ、メイン州ウェストブルックで育つ。祖父母は、フランス系カナダ人の移民だった。1917年、第一次世界大戦に従軍することを決意するも、まだ15歳であることを理由に、 アメリカ海軍から兵役を免除される。高校でのバンド活動を経て、ニューイングランドの複数のバンドで、クラリネット奏者、サクソフォーン奏者として活動する。1924年から1925年にかけて、ロンドンのサボイホテルで、バンドの一員として演奏していたところ、バンドマスターから歌手になるよう進言され、アメリカ合衆国へ帰国した。メイン州の州立大学である。 メイン大学に進学した後、イエール大学で哲学科の単位を取得している。学業を終えると、ジャズやポップを演奏するバンド、ルディバリーザ、コネチカットヤンキーズを結成し、自らはボーカルにつく。ルデという芸名は、サクスフォーム奏者のルディビー同ーフに由来する。バリーはステージではメガホンを使いながら歌うことが多く、その揺らめくようなテナーボイスと、物柔らかな態度、そして、 ボーイッシュなルックスで芝叩く間に人気を集め、特に若い女性たちを熱狂させた。1928年には、コロンビアレコードからレコードを発表し、ラジオにも進出する。マイクロフォンが導入される、以前の歌手はノブという歌声が特徴的だったのに対し、マイクロフォン導入後の歌手であるバリーは、ソフトな歌声で人気を博した。クルーナーと呼ばれるその歌唱スタイルは、ビング・クロスビーや、 フランク・シナトラ、ペリー・コモにも影響を与え、バリーは20世紀のマスメディアが生んだ新時代のポップスター第一号と目されるようになる。1930年代からはラジオ局で複数の冠番組を持つようになり、1937年にはルイー・アームストロングを自らの番組の代理司会者に起用している。ラジオ番組でアフリカ系アメリカ人がメインキャストになるのは、これが 初めてのことだった。歌手やラジオ司会者としての活動と並行して映画界にも進出し、1940年代にはプレストン・スタージェス監督作品の常連俳優となる。パームビーチストーリーではクローデット・コルベールの相手役として主人公級の役柄を演じている。その後も独身者と女学生、ニューヨーク大騒動、紳士は、 ブルーネット娘と結婚するなど数々の映画で印象的な演技を見せた。1961年にはブロードウェイミュージカル努力しないで出世する方法で J.B. ビグリー社長役を演じ、1967年に公開された映画版にも同じ役柄で出演した。テレビの台頭後はテレビドラマにゲスト出演することも多く、1960年から 放送を開始したテレビシリーズ会長人間バットマンではヴィランのマーマデューク F ・フォッグ卿を演じたほか、1971年には四次元への招待第2シーズン第4話でイン遁ン生活を送る外界を演じている。1980年代に入ると舞台のワンマン公演を企画し、ステージ上ではヴィレッジピープルと共演することもあった。 1986年6月3日、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で自由の女神像修復記念式典のテレビ中継を見ながらガンのため息を引き取った。妻のエレノアによると、バリーの最後の言葉はあそこに入れたらよかったな。僕がどれほどパーティを愛しているかは君も知っているだろうというものだったという。バリーの遺体はメイン州ウェストブルックにある聖ヒアシンス墓地に、 埋葬されている。バリーは生涯を通じて4回結婚した。3回目までの結婚は1年未満から数年程度で終焉を迎えたが、最後の妻であるエレノア・バリーとは37年間にわたる夫婦生活を全うした。エレノアはバリーの没後に解雇録を綴っている。短期な性格で知られ、特にリハーサル中には汚い言葉遣いをすることが多かったという。 NBC アナウンサーのジョージ・アンスブロは彼は強硫な人間で誰の助言にも耳を傾けなかったと証言している。一方でギタリストのアルトン・コックはリハーサルに恐ろしく真剣だったことが短期差の要因だったとしてバリーを擁護している。ありがとうございます。